イスラエルクリスタルは、かつて男性長寿世界一だったイスラエル在住のユダヤ人男性。女性も含めて、イスラエル史上最高齢の人物であり、1903年生まれの男性としては、最後の生き残りでもあった。1931年、28歳の時のクリスタル1903年9月15日、ポーランドのジャルヌフ近郊で生まれる。 1910年代初頭に両親が相次いで死去。1939年により、菓子製造所で働く。1943年にアウシュビッツビルケナウ、強制収容所に収容され、二人の子供や妻ら、一家全員を失い、一人だけ生き残った。1945年に同収容所が解放された際、彼の体重は 37kg まで減っていたという。 1950年に二人目の妻と共にイスラエルのハイファニー住。以後、再び菓子職人として生計を立てた。2014年頃からホロコーストから生還した世界最高齢の人物としてメディアに取り上げられるようになった。2016年1月19日に世界最高齢男性であった小出康太郎が亡くなったことにより、 ギネス世界記録はクリスタルを世界最高齢の男性として認定するための調査を開始。同年3月11日にギネス世界記録はクリスタルを世界最高齢男性として認定した。2017年8月11日に113歳と330日で没。生前、彼はホロコーストの体験を人前で話すことは滅多になかったという。ありがとうございます。